皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、本当に豊かな人はたくさん持たないということについてお伝えしていきたいと思います。これはですね、例えばすごいお金持ちの人の家って綺麗じゃないですか。綺麗っていうのが物が少ないです。もちろん整理整頓されてるっていうのもあるんですけれども、自分の人生にとって何が必要で何が不必要なものかっていうのをよく分かっていて、必要なものだけをちゃんと選び取って家に置いていたりするんですね。だから例えばそれが物に執着しないっていうこともそうだし、例えば経験とか体験を大事にする場合には当然家にそんなに物ってなくてもいいじゃないですか。で、今物のお話もねしましたけれども、その経験値とか人友人とかっていうこととかも、なんか むやみやたらに例えば SNS でつながって私たち友達だよねみたいな、そういう付き合いとかっていうのもねあるかもしれないですけど、本当にその人脈的にもそうなんですけど、人間関係も豊かな人ってそう親友って呼べる人は山ほどいない、って一人いるかいないかレベルの人も多いですよ。だからなんかいっぱい人とつながってることが自分のステータスみたいに勘違いして、友達っていうことでねつなげていくタイプの人もいるんですけれども、本当に豊かな人は誰か人の評価で自分が豊かであるっていうことを認識するのではなくて、自分で自分が豊かな人間であるっていうことを自覚して振る舞えるので、欠乏感がいつもないんですよね。欠乏感がないってことはアクセクしてないし、なんかいつでも幸せな状態みたいなのを保っている感じになっているから、そういう人ってやっぱり本当に豊かだなというふうに思いますね。だから何かをすごくコレクションしていたりとか、すごいものを持ってるから人って豊かなのではなくて、自分が満ち足りているということを感じることができている人というのが、本当に豊かな人なんじゃないかなと思うんですね。だから昨今ね、ミニマリストとかね、そのなるべく最小限の状態で過ごしていくっていうことに注目がね集まっていると思うんですけど、私も個人的なね話になるんですけど、今リフォームを してっていうことを決意してやってる最中なんですけど、かなりねいろいろなものを捨てました。だからこれからの例えば20年とかね、新しい家で暮らす上でどういったものが手元にあった方がいいのかっていう、人生の棚卸しみたいな、ね、取捨選択みたいなのをこの年齢で行いまして、はい、そうするとね何をするかっていうと、広い空間で物を持たないっていう状態で その時間と空間を過ごせるっていうのは、実は最高に贅沢だし豊かなことなんじゃないのかなっていうふうに最近特に感じていて、で捨てるっていうことはやっぱり地球環境にも良くないので、そもそもそれは本当に自分にとって大切なもので今持つべきものなのかっていうのを、何か増やすときに、ね、考えながら増やしていけたらいいなというふうに思っている今日この頃です。はい、ということで、それでは。